村翔吾と申します。外資系のインターネット企業で働きながら自分でも会社を一社経営しております。第一印象僕結構とっつきにくいとかなんかその社に構えてるとか格好つけがちってよく言われるんですけど、やっぱ自分の特徴とかやっぱ言うとやっぱ完璧主義者って言われることが結構多くて、完璧に見えるとかなんかそういうのをすごい言われるんですけど、ちょっと仲良くなるとやっぱ結構天然だねとか、まあその意外にこうユーモアあるねとか、そういうちょっと崩しの美学じゃないですけれども、崩した自分っていうのもやっぱ知ってもらいたいし、完璧主義っていうのがなんかちょっとこうから脱却したいなみたいな。顔硬くなかったですか今？顔は全然大丈夫ですか？はい。この旅を通して出会った方と結婚したいからと思ったことです。正直自分一人で今生きている中では、まあ、十分というか自分が理想にしてた生活かなり手に入れたんですね。それは自分で自分を褒めてあげたいんですけれども、なんかそこで満足してる自分がいて、なんかすごいそれがダサいなってやっぱ自分では思ってしまって、30代過ぎたぐらいから結婚願望が非常に高くなったんですけれども、やっぱり頭でっかちになって結婚だって考えれば考えるほど付き合う前にいろいろ頭で考えてしまったり、なんか感情に従うというよりはちょっと理性でなんか恋愛というか人を見てしまうみたいなところがあったりとかして、最後に結婚に向けて恋愛をするとしたら、もう一度自分の感情にしっかりと従って守れるような恋愛をしてから結婚したいなと思うことがきっかけで、まあ、そもそも僕付き合うと相手のためにこう予定とか全部こう開けてしまうタイプというか、土日とかずっとこう開けとくタイプなんですね。一度そのとあるビデオ屋さんで待ち合わせをしようといった日があったんですけれども、じゃあここにいるねって言ってから音信不通になって、でそれから相手が現れるぐらいまで3時間ぐらいずっとそこで待ちぼうけしたことはありますね。ずっとそのビデオの銘柄眺めて面白い映画ないかなってずっと3時間見てました。なんでそれで結構映画詳しくなりましたね。来た時にまだいたのって言われて、まあ、ちょっとイラッとしましたけれども、やっぱり武井さん自身がいろんなことに今チャレンジしている方だと思うんですよね。そういう中で、まあ、男性陣もこれから何を実現したいかとか、どういう、こうライフビジョンを持ってるかとか、仕事って意味でも人生においてもそういったことをすごくこう知りたいって思われる方なんじゃないかなと思うので、僕自身は結構そういうのを普段から考えていますし、自分が実現したいビジョンを持っているので、それをしっかりと彼女に伝えれたらなというふうに今思ってます。一番考えたんだけどな、いろいろやってみたんですけど、自分のありのままの姿をぶつけたいなというふうに今思ってます。まあ、やっぱりまだちょっと本気のね、自分を感情を出してこう本気の自分でぶつかりたいって言っときながら、やっぱりまだちょっとかっこいい自分でいたいって気持ちも正直あって、まあその殻を破るのちょっと怖いなって気持ちもやっぱあって、なんかそこはすごく揺れてます。はい、旅に参加する以上は最後の一人に自分がなれると思って参加しますし、なりたいと思って参加する、なんでその意思と、まあ、覚悟っていうのは 100% 持っていきます。